キッズゲームス。家に帰ろう。何のことかな。あ、ロッカーに誰かいるよ。女の子は気づいてない。いたずらしようとしているのかな。どうしようどうしよう。あ、これを使って。やった、クリア。うわ、あー、やっちゃったね。ということで今日は女の子をいたずらから守っていくよ。いたずらから守れるようにいいねで応援してね。次は魚を釣ろう。海だ。いい。このおじさんにいたずらされるのかな。そんなわけないだろう。ミミズをつけて、えい、長靴だ。普通に釣っちゃいけないんだね。別の方に行ってみよう。うん、こっちなら釣れるかも。ミミズをつけて、あ、あの子だ。あ、髪の毛が。ごめんなさい。ったく、こんなところまでいたずらしに来なくてもいいのにな。うん、どうすればいいんだろう。例えばこっちで拾ったミミズをこっちで。あ、釣れた。こんなのわかるわけないよ。なかなか難しいですな。うん、僕の真似っこ。ピンを倒そう。ボーリングだ。いいな、いいな。ピン、おお。どうやって隠れてたんだよ。そっか、普通に投げてもダメなんだよね。うん、こっちにも人が。人気者だね。この人にやってもらおう。そうだね、お願いします。ドキドキ、ワンワン。どうすればいいんだ。この子にやってもらってもダメだったし。この頭。みんな気づけよ。このチョークを避ければ。やった、今回は簡単だったね。うん、今度は羊。眠れないみたいだね。ダンボール。何に使うんだろうね。うん、あ、夢の中にまで。わかった、この穴をこれで塞げば。これだけじゃダメか。寝れない。やばい、このままじゃ羊来ちゃうぞ。何かないか、何かないか。あ、次これで塞げば。うん、よし、できた。これでよく眠れるね。猫を助けよう。あ、木の上に。あと少し、あと少し。あー、また来たぞ。あれあ、なんかよく見る光景だね。もう言わないで。はは、これは絶対に回避したい。うん、あ、見てビービー。これは穴を掘って、これに。よし、やった、クリア。あのスコップは使えそうなんだけど。そうだね、あっちにも掘れそうなところはあるけど遠すぎるよね。一応掘ってみよう。うん、傘、何に使うんだ。あ、女の子が持ったね。あーれー、あ、降りてこれた。
ういうことか。よかったね、ニコちゃん。本当だね、傘使えるね。僕もソーダおじさん用に傘持っておこうかな。今度は何だろう。きっとどこかに。わーん、もう絶対に負けないぞ。あ、これは浮き輪とあの先生の。これで変装すれば、うん、これであの子はロッカーから出てこれないはず。あ、なんで怒られなきゃいけないの。あ、バットマン。何に使うんだろう。女の子にバットを持たせて。持たないね。うん、お、ここか。これで先生も入ってこれない。そんなことしていいのか。ゲームの中だからオッケー。よーし、これにクリアだ。次は美容院。おしゃれになれるかな。あの子は当たり前みたい座ってるね。お、これはこれをこの子に巻きつけて。どういう状況だこれ。これはクリアできたんじゃない。あ、そんな美容師さんも気づいてよ。うん、紐以外に使えるものは。あ、ハサミ。これでこのドライヤーをチョキン。お、いい感じ。10分後。お、おしゃれになってる。いい感じだね。100m走。いいな、楽しそう。あ、アイテム落ちてる。穴をジャンプで乗り越えて、いい感じ。あれ、あの子いないね。まさかこのままゴールなんてことも。あ、あ、ジャンプボタンが落ちちゃう、落ちちゃう。どうしよう。わあ、どうしろって言うんだ。ほんとなよ。あ、例えばこのテープを。ん、貼れた。固定できたし、これであの子も。剥がしちゃった。テープじゃないってことは他の道具。ハサミ。さすがにそれは違うんじゃ。チョキン。あ、切っちゃった。ミリゴシを切っちゃった。ハサミもダメなら、じゃあこれかな。ボンド、どうかな。あった。さあ、かかってきなさい。よし、ジャンプ。そしてゴール。やった。チョコを渡そう。そういえばバレンタインも近いね。チョコを食べたいな。なるほど、この子にチョコを渡したいのか。よし、まずは普通に。ここから。すごい能力だな。うん、ああ、あの子にうんちがらにされちゃうし。うんち、うん
チン。あ、わかったかも。なになに？よいしょ。え、なにしてるの？見てて、こうして。あ、茶色のセーターになってる。かわいい。いい感じだね。うわー、楽しかった。ねえ、なんであの男の子あんなにいたずらしてくるんだろうね。好きな子にはちょっかい出したくなるっていうし、もしかして。なるほど。あ、そうだ、おじさんが来る前に傘準備しなきゃ。そうだ、いたずらしちゃダメですよ。一歩遅かったね。第1回100円の家と100万円の家で24時間生活。イエーイ、楽しみ。どっちも入れるのは1人まで。さあ選んで選んで。僕はもちろん100万円の家にするよ。それなら僕は100円の家でいいよ。2人とも決まったね。じゃあお家の前から24時間スタートだよ。オッケー、いくよ。よーい、ドーン。やったー、100万円の家だ。これで僕もお金持ちの仲間入りだね。でもこれどっから入るんだろう。あれ、ここかな。ん、開かない。これどうやって開けるの。いいなー、僕も100万円の家に住んでみたかったな。でも24時間だけだし、なんとかなるはず。まずは軽く部屋の中を見てみよう。おー、サンさんはもうお家に入れたみたいだけど、クモリンはまだ扉の前で苦戦してるみたい。頑張れクモリン。100円の家なのにキッチンもリビングもついてて意外と悪くないかもしれない。お昼だからお腹も空いてきたな。ご飯はあった。リンゴとパンだ。これを食べてゆっくりしようっと。もう暗証番号がないと通れないの。いえいえいえ。あ、適当にやったら開いた。わー、お庭広い。これなら一日過ごすなんて余裕だね。まずはお昼ご飯を食べにキッチンに行きたいなって。中も広すぎ。右、左、どこにあるの。サンさんはお昼ご飯タイム。クモリンはあの広いお家からキッチンを探し出すことはできるかな。お腹も満足したし、外に出て遊ぼうかな。今日は暑いから水遊びしよう。とっても気持ちいい。あ、フロアの案内図。キッチンはあった。うんうん、キッチン到着。早く食べたいよ。家も豪華だけどご飯も豪華。2人とも楽しんでるみたいだし、このまま最後まで満喫してもらえるといいな。テレビゲームをして過ごそう。テレビゲームは暇つぶしにはもってこいだよね。他の階には何があるんだろう。階は4階まであって、その上が屋上になってるってプリルが言ってた気がする。屋上って何あるんだろう。あった、エレベーター。でも使用するには暗証番号が必要。あー、もうめんどくさい。屋上くらい外の階段で行ってやる。サンさんはゲーム中、クモリンは外階段で屋上。100万円のお家は広くて豪華だけど、その分セキュリティもしっかりしてるから慣れるまで過ごしづらいのかも。長すぎでしょ階段。もうヘトヘトだよ。それで屋上にはプール。たくさん登って汗かいちゃったからちょうどよかった。一休み一休み。あれ、もう夕方だ。夜ご飯はどうしよう。あ、そうだ、さっき水遊びした池で魚を釣ろう。よし、10匹くらい釣れれば十分かな。かまどでじっくり焼いて。できた、焼きたてのお魚最高。もう1日の半分以上が経過したよ。
ら眠くなってきちゃったな。することもないし、今日はゆっくりベッドで休もう。もう夜だ。夜ご飯ってさっきあったやつ全部食べちゃったからないじゃん。どうしよう、これじゃあ夜ご飯抜きだよ。今から外に出ても危険だし我慢するしか。あー、僕もう寝る。寝室は2階遠いよ。もう階段嫌だ。寝室見っけ。うわー、ベッドでかい。こんな広いベッドで寝るの初めて。おやすみなさい。二人とも寝ちゃったみたいね。よく寝た。朝ごはんは昨日残してたパン。ゲームの続きをしたくぼう。いい目覚めだね。あ、そうだ、昨日夜ご飯食べてないからペコペコなんだった。あ、そういえば家の庭にリンゴの木生えてなかったっけ。あった。あ、やった、金のリンゴもある。ラッキー、いただきます。今日は昨日見れなかったフロアをゆっくり見ようかな。24時間終了まであと1時間、ラストスパートだよ。ほい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 。なにこれ、的当てゲーム。こっちはアスレチック。お風呂も広いしテレビもでかい。お部屋は何十個もあるし、そしてこれはダイヤ。お土産に持って帰ろうっと。僕はお家が小さかったけど、ゲームしたり水遊びしたり全然退屈じゃなかったよ。楽しかったけど広すぎてお部屋探すの大変だった。クモにすっごく苦戦してたもんね。まあどっちも楽しめたみたいだし、お金が全てってわけじゃないのかもね。そうだよね、100円の家でもすごく楽しかったもん。でもさ100円のバナナと100万円のバナナだったら100万円のバナナでしょ。そうかな、100万円のバナナだったら1本食べて終わりだけど、100円のバナナを100万円分買えばたくさん食べられるし、100円のバナナの方がクモリン的にはいいんじゃない。そっか、100万円のバナナを100万円分買えばいいんだ。それじゃあ1本でしょ。そうだ、将来はお金持ちになりたい。ここどこ。おじいちゃんの家だよ。誰のおじいちゃん。知らないおじいちゃん。え、知らないの。おじいちゃんの家に遊びに行くゲームが面白いって噂なんだ。なるほど、そういうことね。優しそうなおじいちゃんがいいな。お邪魔します。おじいちゃんこんにちは。僕の名前はクモリンです。僕は BB だよ。わしに孫はいないってどういうことだろう。おじいちゃん一緒にバナナ食べようよ。なんかすごい怒ってる。なんで追いかけてくるの。逃げて。おじいちゃん落ち着いて。なんであんなに怒ってるんだろう。孫の顔を忘れちゃったの。俺たちは孫じゃねえだろ。もしかしたら顔が似てるのかも。いや似てたらこんな怒ってないはずだよ。もう走ったら喉乾いちゃったよ。このレモネード美味しい。レモネードだろ。お仕事行くの。レモネードごちそうになったからお手伝いするよ。え、必要ないの。じゃあ家の中を探検してるね。2階は何があるんだろう。あれ開かないみたいだね。こっちも鍵かかってる。ここしか入れないみたい。もうなんで鍵だらけなの。なんか怪しいものでもあったりしてな。なになになに、おじいちゃんに何かあったのかな。見に行ってみよう。あそこが仕事場みたいだよ。早く早く開けるよ。あそこ。おじいちゃん大丈夫。どこか怪我してない。ちょっと転んだだけか。よかった。応急キットね。わかった、探してくる。応急キットどこ。いろい
探すの大変そうだね。あったーって早すぎるだろ。クモリン天才でーす。おじいちゃん、あったよ。これで怪我は治せるね。よかった。もう一人で仕事するからだよ。壊れたトラクターを修理してほしいの？僕たちに任せて。よし、トラクター直すぞ。外れた部品をつければいいんだね。ダイヤダイヤ。あとはエンジンもつけなきゃね。完成。まだだよ。今度こそ完成だね。おじいちゃん喜んでくれるといいな。お仕事したら眠くなってきちゃった。じゃあお家に戻ろっか。早く寝よう。切ってるぞ。おかしいな、こっちだと思うんだけど。あったよかった、これで帰れるね。クモリン天才です。ちょうどタクシー来たよ。おじいちゃん最悪だ。もうなんで最後の最後に捕まえちゃうの。これじゃあバット煙突じゃん。バット煙突？ほら、終わり方が悪い時に言うじゃん。ってバッドエンドのことかよ。何？そうだっけ？たく、しっかりしてくれよな。今回はバッドエンドだったけど、ハッピーエンドもあるみたいだよ。そうなの？みんなも、何のエンディングが出るかやってみてね。よし、バナナエンドを出すぞ。そんなエンドないだろ。そうだ。バナナエンド出してください。やっと学校終わった。あれ、鍵閉まってる。え、どういうこと？これじゃあお家に帰れないよ。あそこからなら出られそう。でも高
高くて届かない。そうだ、これを使えばいけるかも。届いた、ここから行ってみよう。レッツラゴー。学校から脱出できるようにいいねで応援してね。何ここ、学校にこんな場所があったなんてね。怪しいボタンがあるよ。ポチッとな。わー、なんかモクモクしてる。慎重にね。わー、飛んでる。楽しい。すごかったね。よし、どんどん行くぞ。エレベーターだ。うん、動かないよ。あのボタン押せばいいのかな。これで上に行けるね。もうなんで鍵閉まってるの。見て、隠し通路あるよ。これ使えば届くかな。いっさほいさ。よし、ここから廊下に出よう。ついに出られたぞ。この音ってもしかして。先生まだ寝てるじゃん。うるさくて起こしちゃったかな。わー、また出た。あそこから逃げよう。あー、また鍵かかってるよ。ごめんなさい。あの扉の鍵見つけなきゃだね。鍵、鍵。あ、待ってよ。やった、これで逃げられる。そこまで来てるよ。急げ急げ。危なかった。ギリギリセーフだったね。あれ、体育館がいつもと違う。アスレチックになってる。楽しそう。ちょっと遊んでいこうっと。お家帰るんじゃないの。じゃあさんも一緒に遊ぼう。落ちないようにそーっと。これだいぶ細いよ。よし、次次。次はこれを避けるんだね。意外と簡単かも。これ楽しそう。向こうまで行くぞ。あ、ちょっと。うわー、これ着地難しい。早く話しすぎだよ。うわー、今だよ。着地成功。連続ジャンプするから見ててね。にゃー、もう何やってんの。こういうのは一歩一歩確実にだよ。ぴょんぴょん行った方が楽しいのに。あ、出口だ。え、先生、なんでセグウェイ乗ってるの。逃げろ。トイレに入ろう。いや次は他のドアを開けてみて。真ん中、隠し通路だ。先生バイバイ。またアスレチック。面白い学校だね。あの的に当てればいいのかな。道が出てきた。サンサン天才です。あー、僕のセリフ。先生がいるよ。あれは車。もしかしてレース対決。勝ったらお家に帰れるのかも。絶対負けないぞ。先生早っ。全然追いつかないよ。まだまだレースはここからだよ。加速しまくって追い越すぞ。頑張れ頑張れ、グッモーニン。来た来た来た。やったー。なんで穴が開いてるの。あそこは注意しないとね。もう負けないぞ。先生のスタートダッシュどうなってるの。車パンクしそうなのになんで。あ、車ごと吹っ飛ばされた。先生強いね。そうだ、勝ったらバナナあげるよ。ほんと、絶対に勝つぞ。行きたい。車壊されちゃったね。もう怒った。クモリンが珍しく真剣な顔してる。バナナのために。そっちかーい。来た来た来た。一緒にバナナ食べよう。いっせ
すぎるよ。距離を取った方がいいよ。こっち来ないで。ラストスパートだよ。やったー、これで帰れるぜ。帰ろ帰ろ。カザキツゲンス、あ、お迎え来てくれたみたい。バナナ色のバスだ。このバスと同じ大きさのバナナちょうだいに。そんなバナナあるか。もらっ